ズバリ実名公開、生き残れるはずの地方次第という話をします。えー、地方私立大学全部がダメっていうつもりはなくて、生き残れるだろうと僕が、まあ大丈夫だろうと思ってる大学もあるんですよ。まあ今日はそういうとこを紹介しようと。ずばり生き残れる地方次第というのは、地域一番点です。なんかスーパーマーケットやパチンコ屋さんみたいですけど、その県でナンバーワンの私立大学になれば生き残れるんですよ。要は、地方の各県で、 地元の国立大学に受からない受験生がいきなり来てくれればいいわけですね。わかりやすいのは仙台です。東北大学みんな入れません。その時に、まあ、東北学院大学へ行くと。その、そのマーチとかですね、カンカン同立とか行かないわけですよ。自分の地元の、まあ、そこそこ良い私立大学へ行く。こういう大学は生き残れます。これはす、本当にスーパーマーケットと一緒で、 みんな家から近いイオンに買い物に行くわけで、わざわざ遠い街買い物に行かないわけですね。で、こういう大学は地元の評価は高いので、偏差値は関係がありません。その東京のなんとか大学より偏差値低いじゃんみたいなことを都会の人は言うかもしれませんが、関係ないんです。その件で地元国立に次ぐポジションだったら生き残れるわけですね。ということで、全国の大学の中で、そういう地域一番点だから生き残れるであろうと、私が思ってるところ。 えー、名古屋や福岡のような大都市圏を除いて、まず札幌の北海学園、まあ、札幌も大都市圏ですけどねで、仙台の東北学院、これは仙台だけじゃなくて、東北中の、まあ、国公立はちょっとあれだけど、私立のそこそこいいとこ入りたい人が集まる。栃木県の白鸚、栃木県で東京まで新幹線通学しないで、白鸚いいじゃんと。群馬県の共愛学園前橋国際大。 えなんと、青山学院に受かったのに、こっちへ来たという学生もいました。やっぱり新幹線通勤とか下宿とかですね、金銭的に厳しいので、それから北陸ですと、文系なら金沢清涼大、理系なら金沢工業大、福井県越前市の陣愛大、知名度は低いですけど、福井県、文系、ここしかありません。なので、地元から離れないよという人は陣愛大に行く、静岡県の常葉大。 昔のイメージだと教育学と外国語しかないんですけど、今や文系医療系総合大学となってまして、静岡県ではびっくりするほど、トコでいいじゃんと。でいいっていう言い方しないですけどね。まあ、トコいいよねという人は、中堅高校ではかなり多い。えー、岡山県だと文系は修日理系は岡山理科大。広島県であれば文系は広島修道、理系は広島工業大、愛媛県の松山大、九州の 熊本学園、理系なら熊本は総上大、鹿児島国際、沖縄国際大、このあたりは生き残れると思います。では、それ以外の地方なんですけど、現状、この地域一番点というほど高い評価を得ていないんですが、今後の大学側の努力次第では生き残れる可能性があると私が思っている大学がこちらです青森中央学院です。 えっと、青森県は他に青森大学というのがあって、ソフトウェア情報、経営社会、薬学と総合大学になってるんですが、僕がどっちかといえば、こっちの方が生き残るんじゃないかと思ってるのは、実は青森中央学院の方です。なぜかというと、こっちは経営法学部だから。そう、法学部なんですね。なので、こっちが公務員さえきっちり出せば、弘前大学に受からない層がいきなり来ると。 まあ,あるいは青森公立大も無理っていう人も獲得できうる、生き残れる可能性があるということですね。ノースアジア大学。秋田市にありまして、まあ、昔は秋田経済法科大学って名前だったんですが、今やすっかりネタ扱いですけど、このノースアジアも、転用割れしてるとはいえ、法学部持ってたり、まあ、経済経営系もあったりするんで、秋田県でもはや仙台の東北学院すら行けないという人をきっちり囲い込めば、 実はノースアジアは生き残れるんじゃないかと私は思ってます。ただし、大学自体が、その、高学力層を取るということを本気でやらないといけません。福島県。福島市や郡山市に、めぼしい私立大学がちょっとないので、いわき市の東日本国際大学。いわき市、そうは言っても35万人も住んでまして、県庁所在地レベルであり、ちょっと東京は遠い。というときに、ここも、 まあ経済系経系とまあ福祉系と、あと今度デジタル系作りますね。なので、うまくその地元の四大進学希望で東京に行くお金がないという人が取り込めれば、いわき市で十分食っていけるんじゃないかと、私としては可能性があると思ってます。常盤大学。栃木県だと白鸚、群馬県だと前橋国際が十分に生き残れてるのに、えー、茨城県で水戸市にある総合大学文系の 条件が良い大学であるにもかかわらず、その学力の高い受験生の獲得に失敗していて、正直あんまりうまくいってないように見えるんですが、そのマーケティング的には水戸市にある文系総合大学は生き残れるはずなんですよ。ただ、茨城キリスト教大学とお客さん取り合ってる件は感じないでもない。常盤大は生き残れるはずなんです。えー、新潟県。 新潟県は7割の4大進学者が首都圏に流出するとも言われてまして、あと専門学校が非常に強いというところなんですが、新潟大学や新潟県立大学にみんな入れるはずもなく、新潟県の文系私立大学、どこか1校ぐらいは生き残れるはずなんですよ。そうすると、まあ一番有望なのは新潟国際情報大学ですが、まあここ規模が小さくて、経営、国際、情報ぐらいしか持ってないということで、やっぱり、 法学部があって公務員作る学校が必要ですね。ということで山梨学院ですよ。まあ法学部強い。公務員いると。わざわざ長野県から通う人もいると。いうことで山梨学院は生き残れると思います。が、山梨学院も、まあ、スポーツのイメージとかですね、最近だとグローバル系、リベラルアーツとか頑張ってるんですけど、やっぱり国公立落ちた子がいきなり来る上位のポジションの私立っていうブランドはない。これはもったいないです。 えー、長野県だと松本大学ですね。まだ新しい大学ですけど、まあ教育学部は新修大教育受からない子がいきなり来てくれますし、うまく工夫すれば、その東京の私立に行くお金がないという人は長野県に留まるんじゃないか。えー、静岡。文系は徳派大学があるんですが、理系は静岡理工科大学。東京や名古屋の私立の工学部に行くのは経済的に厳しいという人を取り込める。これらの大学は、 生き残れる可能性がある大学。現時点では地域一番点にはなっていないです。上位の中堅高校の人はあんまり来ないんですけど、うまく工夫すれば、この大学は生き残れると私は思っています。では、微妙な件はどこでしょうまず岩手です。盛岡大学と富士大学があるんですけど、どっちもポジション的にですねその地域一番点じゃないんですよ。盛岡大はまあ、 文学とか教員養成とか栄養っていう感じで、富士大は経済経、経営法もあるんですけど、まあちょっとスポーツのイメージが強いと。えー、それから富山県ですね。富山県は金沢にみんな持ってかれます。富山県に私立2つあるんですけど、まああんまりそこ行く人いないですね。あとは山口県ですね。いっぱい私立大学あるんですが、定員割れのところが多くて、広島と福岡に取られます。あとは香川県ですね。岡山と関西に取られる。徳島県ですね。 四国大学も徳島分離大学も大きいんですけど、関西に取られる。えー、大分県。立命館アジア太平洋が有名なんですけど、ここは文系は別府大、理系は日本分離大、分離大なんで文系経済もあるんですけど、どっちもあんまりいいポジションじゃないですね。あとは宮崎、長崎ですね。小さい私立大学が乱立してるんですけど、長崎は社会科学系がない。この微妙な県はみんな法学部がないんですよ。 まあ、富山には高岡法科大あるんですけど、大幅に転員割りしてて、あんまり選ばれるとは言い難いと。いうことで、法学部がない。そうすると、その国立受かんないけど、地方公務員になりたいっていう受験生が、まあ、地元に残らないんですね。福岡大学とか、広島修道とか、ま、あ東北学院とかに行っちゃうと。金沢西寮とか。というわけで、地域一番点が存在しないで他県に流出しちゃう県、こういう県にある私立大学は、残念ながらどこも 厳しいのかなという感じがしないでもありません。